皆さん、こんにちは。こんにちは。いいですね。今日も元気いっぱいです。のりさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のゲストはですね、はい、昨年デビューして、私と共通点の多い女優さんに本日お越しいただきました。あら。早速ご紹介してもよろしいでしょうか。はい、本日のゲスト、二葉エマさんです。皆さんこんにちは、二葉エマです。お願いします。タイミングを自分でこう測ってね。いや、いいじゃないですか。いや、なんかエマちゃんはですね、はい、私と同じのアイポケ出身で、はい、出身とか、まあ、現代進行形か、出身とかしてね。そう、出身アイポケで、はい、で、なんと桃の木かなさん好きっていうね、はい、共通点があります。しかもエマちゃんの場合同じ事務所。そうですね。そう、はい、それがすごく羨ましい。あ、そうなんですね。はい、まずはデビュー前に伺いたいと思います。うん、はい、エマちゃん、早速ですが、はい、初体験はおいくつですか？初体験、すごい急に。初体験は、19歳の時です。おお、はい、19歳。お相手は、はい、お相手は、あの、初めてできた彼氏。はい、いい、はい、いいよ。そうですね、裸に来るといつも大体結構早めにね。そうなのよね。皆さんやられる方多いですけど。ね、19歳ってのは結構ね。すごくいい、いいスタート。いいスタート。いいスタート。安心して聞いていられるよね。神ちゃん判定だといいスタートなんだけど。いいスタートよ。いいスタートよ。彼氏とね。その当時は、その10代の頃に性に興味はあったんですか？そうですね、ありました。あったんですけど、なんか、あの、まあ、その頃、中学、高校って、彼氏もいなくって。うんうん、に興味はあったけど、はい、その、まあ、相手がいないし、はい、そのモヤモヤどうした？そうですね、まあ、全然、あの、男の子とも、あまり絡む機会もなかったので、一、人で、あの、あ、お家で、あ、あの、携帯で、あの、一人で、一人、あの、女やり方って検索してざっくりと調べてやってました、一人で。なんか検索すると出てくるんですね。グーグルってすごいよ。グーグルで言うとバーって出てきました。バーって出てくるんだ。今時だ。で、自分に合うと探すわけですね。そうなんです、はい、やり方がでもやっぱ説明されるんだね、ネットで。はい、それ通りにやってみたの？やってみました。どうでしたか？あ、気持ちよかったです。あ、気持ちよかったです。あ、すごく、すごく嬉しそうにやってみましたみたいな、いいね。子供みたいな感じで。いいね。カブトムシ取れたよ、バリね。取れたよ、バリね。本当だよね。うまくやってきたんですか、じゃあ。うまく、そうですね。なんか、うまくできました。初めて検索して、自分に言ってみて。その時には、あの、まあ、ゴールというか、行ったっていう感覚は分かったの？あ、なんとなく、あ、これが、みたいな。すごい、勉強家というか、努力家というか、ね。自ら検索に行っちゃうからね。すごい、こういう感じなのかな、みたいな。気持ちいい、気持ちいいって、なんか気持ちいいの絶頂みたいなのがあって。あ、もうそこで経験できたんだ。そう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 。ちなみに、行くはひらがなで打ち込みました。でも、カタカナで打ち込みました。あ、あの、ひらがなで打ち込みました。ひらがなで、じゃあ、次、ゴーとか見てください。カタカナで、そんな笑う？どうしても今だと思ったけど、本人からすれば大事なことだったなっていう。いらなかった。そこでまた純粋さが出てる。勉強になりますね。勉強になります。ちなみに初体験の同級生はどういう方だったんですか？はい、そうですね、なんか剣道やってる人でした。武道だ。来たよ。はい。エマさんもなんか部活やってたんですか？あ、私は特にはやってなくって。あ、うんうん、そうそうそう。剣道のエースに目をつけて。いや、なんか、ちょっと出席番号が近かったので。あー、そういうの？それで彼女できるもんなの？それでちょっと分かって。みたいな感じ。はい、そんな感じで。ちなみにその剣道部の彼は、はい、なんだろう、ワイルドだった？その強め？性欲は。そうですね、なんか結構落ち着いて、おとなしめな感じだったんですけど、結構いろんなところで求めてくる感じの性欲モンスターでした。嘘。マジで？ちなみにいろんなところって
っていうのはどういった場所ですか？はい、あ、もうまずもう、うん、結構、ま、家もそうだし、うん、あの外とかだと、うん、なんだろう、自販機並んでるような、あの 5台6台みたいな。はい、そうなんですよ。そこでどうやってどうなるの？え、なんか自販機と壁の間に結構隙間があって汚くないそこって埃だらけじゃない？大丈夫？多いね。もうなんか全然そんな、あ、そっか、まあ高校生ですね。そう、あ、そう、大学生。あ、大学生。ああ、これ純系だもんね。そうなんですよ。それがもう彼の周りだったんだろうね、そのエッチの。そうですね。でもそういう場所ってなんか人に見られるかもっていうので先行して気持ちはちょっと乗らなくないですか？はい、そうですね。すごい、あの、見られたらどうしようっていうのがあって、ね、心配がね、うん。そう、緊張してたんですけど、うん、意外とあの、まあ、なんかうまい感じに見えないようになってて。そうそうそう、なんかでも見えるんじゃないか見えないとかどうなんだろうみたいな感じになってて、逆に興奮しちゃいました。逆に興奮しちゃいました。逃げてんでしょみたいな。すごい、大丈夫かみたいな。でもいいなみたいなね。そうなんですよ。あ、よかった。じゃあ、はい、え、他になんかあるこのドキドキみたいな。そうですね、ところ、あの、彼の実家で、うん、したことがあって、うん、なんかその時になんかちょっとたまたまお姉さんが夏休みで来たんですよ。はい、うん、で、なんか、まあ、隣と隣の部屋なのでこれ割れるんじゃないかみたいな。確かに確かに。それで結構、あ、ドキドキ。でもその中でもあったんだ。はい、お姉ちゃん横にいるけど、はい、何もそんな無理してね、お姉ちゃんがいる時にと思うんですけども、我慢ができなかったんですね。できなかった。でもそれってこの本人は焦って、はい、その最中とか集中できなくないですか？どうなの？いや、もうやっぱり自販機同様、結構逆に興奮しました。だから逆に興奮しました。見られてるのかもしれないと思っちゃうと逆境に強いんですよ。強いね、強い、逆境に強いんですね。いいね。最初あんなちょっとさ、19で初体験を出てきて意外とぶっ飛ばしてきて覚えちゃったね。え、なんか早いよ、エンジンが遅かったからかな、なんか逆にポンって、うん、あ、その快感を覚えてね。はい、もしかしたらそれが逆にいいっていう ね、ここなんだ、エロさがね、はい、そうですね。あとなんかやっぱり彼の、うん、まあ、借りてたアパートも、うん、結構壁の薄いアパートだったので、 あるあるだよね。そうそう、もうなんで普段からより結構気をつけててみたいな、声を出すのとか。そう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 、そっか。でやっぱ同級生もね、うん、結構そこの同じアパートに住んでる、うん、何かもうそこでやっぱり大声を、なんか大きい声を出さないようにめっちゃ必死で、うん、やってました。ちょっと声漏れちゃうのはね、翌日またその友達同士でね、お前やったのとかね、なるんだよね。はい、それはちょっとやだ。それって結構バレちゃうもんなんですかね。バレるもん。いや、意外と、うん、あ、でも一回だけ結構大きかったのがあって、うん、ちょっとなんか影で獣って呼ばれちゃった。でもそれさ、絶対聞いてないよね。聞いてる人だって絶対それ聞いてやってるから。いや、そうです。こうやってやった。いや、そのあだ名で獣っていう名前がつくのにすごい話だよ。本当にそうだったかもしれない。いや、でもそれ聞いてどう思いました、あいもちゃんは。でも逆に、でも逆に、でも逆に興奮してます。逆に興奮がパワーなのかもしれない。じゃあもう合ってんじゃん。それ彼はその緊張の時は完璧なんだよ。そうだね。そうかもしれない。合ってたんだね。じゃあその彼と。喜ぶところを探してるんだろうね。いいね。ちゃんとロケハンしてるのかな。ね、本当に。ここだったら今喜んでくれるみたいな。なんつってね。ね、なんかどうなんだろう。もうそうかもしれない。もうだってそれでめっちゃ濡れちゃう。いいね。いいねじゃないよ。でもそれデビュー前だもんね。そうなんですよ。結構じゃあ、あの、加速がすごかったんだね。エッチとの出会いで。そうですね。こう、うん、遅かった分、さっきも言ったような感じでパンってなったのかもしれない。まあね。でも、そこからデビューして、はい、結構まあいろんなね、なんだろう、作品を撮ると思うんですけど、うん、はい、デビューしてからどうでしたか？なんか、うん、同い年の子とか年が近い人とかとしかそういうことを今までしたことがなかったんですけど、うん、ね、そうなんです。やっぱ作品とかになると、結構年が上の、うん、おじさんの方とそういうことをすることも多くって、うんうん、この前とか作品でおじさんを罵りながらする、うん、ゆまちゃんが言うの？そうなんですよ。ありました。それは楽しかった。罵るってどういう感じなんですか？いや、なんかもうなんかパシーみたいな、なんかちょっとうちにもですね、あの、ちょうど罵っちゃうでおじさんがいるんですよ、はい、近くにね。はい、どんな感じなんか、ちょっと実際。呼んだから。
いいね、サスペンダーのヘリがここにあったんだ。飲ませてくれるって人がいるって聞いたんだけど。ちょっとね、いるみたい。そう、合ってますね。本日は、あの大樹のエマさんがちょっと飲ませてくださるそうなんですよ。飲ませれるのかな。ちょっとよろしいでしょうか、カメラに向かって。じゃあカメラ向かってお願いします。そんなはち切れそうなシャツ着てよく出てこれたな。よく出てこれたな。すいません。ありがとうございます。ちなみにその撮影は楽しかった。あ、はい、すごい楽しかったです。じゃあ、でも発売されてる。はい。あ、じゃあもう見なきゃですよ。はい、サスペンダーパチンパチやりながら見てください。そうっすね、パチンパチやりながら見ますよ。最後ですね、エマちゃんに、はい、この番組のよく聞く質問がありまして、はい、一人組で事情をちょっとお伺いしていきたいです。はい、はい、直近1週間で何回されましたでしょうか。はい、そうですね、直近だと、うん、なんか、まあでも、結構もう、ちょっと待って、結構、4年超えちゃう。結構やっちゃいました。あ、そんな、もう、ギリギリぐらいやっちゃいました。こんな感じ。逆に1日1回はもうやってるぐらい。当たり前だ。そうですね、やってしまいました。え、ちなみにおかずは何ですか。おかずは、うん、なんかあの女優さんの作品だったりとか、うん、あとなんかエッチな漫画とか。あ、漫画、はい、漫画なんて僕は中学生ぐらいの時の感じでね。漫画でいすられるんですね。ねえ、そうなんですよ。まあ、でも今の漫画いいところってどういうところ。そうそう、いや、なんか結構あの、まあ、生身だとちょっと制限されてしまう部分もあると思うんですけど、はいはい、漫画だとこう何でもありすごいもうブワーみたいないろいろありなシチュエーションとかがあって、それが、はい、意外に ね、 ねえ、そういうとこ結構こんなになってたからね、すごい回数よ。一日最高何回とかあるんですか。一日、でも5回。すごい。それはもうご飯より多いわけ。いや、すごいわ。お休みの時に。あ、そうですね。あ、何もない日。もう今日やっちゃうぞーみたいな。僕は一回若い時にね、1日7回を、はい、すごい3日連続したら、あの過労で倒れて病院に行った。やばい、何このおち。すごい、ゲスト見たのエマさんでした。ありがとうございました。今週のプレゼントです。今年5月にリニューアルしたメンズマックススマートギアをなんとプレゼントいたします。本体をひねることで締め付け感を自由に調節して使うことができる男性向けのプレジャーアイテムです。今週はこのスマートギアシリーズからレッドバージョンを抽選で1名様にプレゼントします。ぜひ応募してください。お願いします。なんと裸一貫に兄弟番組が誕生することになりました。おー、すごいな。来ちゃったよ、ついに。